ステファノ・チェロッツィ、ステファノ・サロージー、1988年11月2日帯は、ドイツのギュンツブルク出身のプロサッカー選手、VFL ボーフム所属。チェロッツィは、ブーベスハイムの地元クラブでサッカーをはじめ、ギュンツブルクのクラブチーム TSV バッサーブルク、その後 SSV ウルム1846に所属した。イタリア系移民の息子である、 彼はそこでコンスタントに良い,い成績を収めると、ウルムとクラブ提携をしていたバイエルン・ミュンヘンの責任者の目に留まった。2005から06シーズンの初めに、デニズ・ユルマズと共にバイエルン・ミュンヘンのユースチームへと移籍を果たした。DF が不足していたセカンドチームの監督ヘルマン・エアランドは、チェロッツィをレギオナルリーガに所属していた同チームに招集し、彼は、 そこの中心選手として活躍した。しかしながら、幾度か怪我に見舞われ、U-19 の育成チームでのみの出場に止まった。2007年5月1日、チェロッツィはオットマー・ヒッツフェルトに呼ばれ、初めてプロチームの練習に参加。2007、8年シーズンには何度かトップチームの契約選手として、 試合に呼ばれたが、結局公式試合での出場はなかった。2008から09シーズンに、チェロッツは20万ユーロの移籍金、2011年までの契約でカールスルーエシ c へ移籍2008年8月16日、シーズンの第一節の VFL 防風無線でデビューを果たすと、1から0でホーム戦勝利を飾った。カールスルー SC は、 シーズン終了を待たずしてブンデスリーガからの降格が決定したものの、チェロッツィはチームの中心として活躍し、カールスルーへの選手の中で価値を認められ、ファンの人気選手に成長した彼はシーズン終了後にカールスルーへの年間ベストプレイヤーに選出された。2009から10シーズンに VFB シュトゥットガルトに移籍。2009年8月18日、 UEFA チャンピオンズリーグへの予選、ルーマニア代表の ACS ポリティミシュアラ戦で初出場、準々決勝で敗退するまでカードに名を連ねた。しかし、VFB シュトゥットガルトは2012年6月30日までの契約を延長せず、チェロッツィは、その後2012、13シーズンにライバルチームのアイントラハとフランクフルトへ移籍。ブンデスリーガへ昇格する。 アイントラハトと2014年6月30日までの契約に合意した。そこで2シーズンを過ごしたものの、出場機会が得られなかったため、アイントラハトでの契約は延長されず、その後に、ブンデスリーガの VFL ーフムに移籍した。ボーフムの選手としては2014年8月2日の第1節 SPVGG グロイターフュールト戦で初出場。 2016から17シーズンの第2節、2016年8月13日に、フルス・カールスルーエ SC との試合では、結果は1から1の引き分けに終わったものの、ボーフムの先制点となる得点は、彼にとって163試合の公式出場にして、初めてのゴールであった。チェロッチは、ドイツの、各年代別代表に選出されている。U-16 ドイツ代表で、 2003年8月26日に、バイルアムラインで行われた、対スイス戦から、2004年5月26日に、プルムで行われた、対ベルギー戦までの、計7試合に出場。U-17 代表では、2004年9月30日、パルヒムでの対リトアニア戦から、2005年3月30日、ザントハウゼンで行われた、対オランダ戦までの、計6試合。 U-21 では2009年8月11日にドイツ代表がキエフでトルコ代表と対戦した際69分にダニエル・シュバーブに代わって投入され初出場した。チェロッツィの父であるピオ・チェロッツィは2002年から2009年までの7年間 SSV ウルム1846のユース監督を務めた。ありがとうございます。